菅井さん、アペガイスでございます。お疲れ様です。最近自分の周りでは風が流行っております。お二人も体にお気をつけてください。ところで、ヨウさん、一週間シティに勝てる方法を考えましたが、全く出てきません。何か案をください。簡単です。マグワイアです。マグワイアが効きます。マグワイアですか。マグワイアでハーランドを見て、マグワイアでロードリーを見ます。はい、ありますね。はい。あとは、ルークショーとサンチョがやっぱね、ユダヤ先生に聞くと、うん、誰もいないんですけれども。これはね、実際どこまで、うん、ルークショーいないのか。ルークショーいないです。ルークショーに結構やられがちでイメージあるんだよ、ね、ルークショーやられがち。あと、ユナイテッド側はホームでしょ、うん、多分最初の方にどんな形でもいいから、裏抜けしてスペースあるから、ホイルの抜けて1点、そうするとシティ焦ってミドルしか打ってこなくて、それを復活して終了。昔ありましたね。ありましたね。マンチェスターダービーでね。あれ、ルークショーが活躍した時。ルークショーが活躍した時と。懐かしいっすね。ギュンドアン覚醒期だよね、確かね。うん。二十何連勝が終わった日だった気がしますけれども。おじいさんでござんに役に立ってます。今日も風見ろ欠場らしいです。ああ、ドイツ方面で4分で退場して暴れ足りないアンカーとかいねえかなと。初手は金ミッキーじゃないですか、マジで。一人だけレーティングがひどいことになってましたよ。3でしたよ、3。みんな、すごい、生き生きしてるね。稼いでたのに。あ、風見ろなんで出ねえの？それはあるんだよな。さあ、来ました。はい。キーパー、うん、エデルソン。あ、モライス。バックス、ウォーカー、はい、ストーンズ、ディアス、グバルディオル。うわー、来たねー。ロドリゴ、ベルナルド、フォーデン、はい、グリーリッシュ、アルバレス、パーラン。ユナイテッド勝てるか、これ。ガッチメンタズ、マジで。いけるか、これ。できる限りのベストメンバーじゃないか、これ。名前聞くだけで恐ろしいメンバーが集まってますけど、これいけるか。おいおいおい、今日、もう、遺跡組とかいう遊びなし。ちょっと待って、怖いメンバー。やる気満々だね、このバンシティ。ユナイテッドはどうなんだろう。ユナイテッドはちょっとどうなんでしょう、見てみましょうか。オナナ。はい。リンデロフ、うん、マグワイア、うん。サイドバックにダーローとエヴァンス。あ、あ、リンデロフがサイドバックやるパターンか、はい。なるほど。バランいねえんだ。バランいないっす。バーランは、ベンチにもいるわ。ベンチにはいるわ。うんうんうん、で、アムラバト、うん。ブルーのエリクセン。うん、ホイルンド、うん。マクトミネ。うん、ラッシュフォード、うん、まあいつもとっちゃいつものか。ああ、うん、なるほどな。うん、まあなかなか、なかなかすげえな。ウォーカー、ストーンズ、ディアス、グバルディオル、マグガイア、エファンス、リンデルフ、ダルト。これはなかなかですね。なかなかだろう。なんかただね、サッカーで選手の質でやるもんじゃないんで。そうだね、時に、うん、あと10分か。いや、勝てるでしょう。さすがに。負けてたら飽きまへんがな。こんなの。3-0 ぐらいで勝て、3-0 ぐらいで。さあ、行きましょう。行くぞ。キックオフ。さあ、始まりました。今シーズン初のマンチェスターダービー。行くぞ、おめでとう。さあ、来ました。よろしくお願いします、皆様。お願いします。どうですか、前半20分、シティの調子は。いや、悪くはないかな。悪くはないっすよ。徐々に温まってきた、ギアかかってきたかなっていう感じなんで、まあ、うんうん、そのうち点入るでしょう。なるほど。さすがに。楽観視してるよ、俺は。なかなか割らない。うん、ちょっと割って。さっき何が起きたのか調べさせて、ちょっと。確認。あ、ここで行きます。ここで行きましたね。もう長すぎる。もう、あ、VR、オンフィールドレビュー行きますか、もういきなし。何があったのっていうか。さあ。ホールディングとかなんかそういうあれ？ファールよりもなんかハンドの感じかな。ハンドなんてあったか。さあ、V チェック入ります。あ、ファールか。あ、誰？どれ？なんかこれさ、ユナイテッドはチェルシー戦で見なかったっけ。マクトミネがやってた気がしますね。あ、前回はマクトミネだっけ。これでなんかギリギリでジョルジーニョが決めてましたけど。際どいね。これは別にアルアルの競り合いっちゃ競り合いだけど。アルアルの競り合いかもしれませんが。まあ手はかけているし。あと言ってばこんなんでプレミアだぜここはと。こんなんで倒れんのもちゃうやろっていう思いもあるし。やられた側からしたら俺は引っ張られたのと、ああ、まあ、アピールするぐらいの
あれはあるか？あ、ピゲ。ピゲだ。あざっす。あざっす。まあ。いや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 。なんでもいいっすよ、マジで。まあ、勝てりゃな。まあ、そのパターンもね、あれやったら、まあ、取られちゃうわな。ああ。まあでも、自チームがこれやったら、もう余計なことすんなってとはなるよね。確かにな。さあ、ハーランド。オーナー最近ピケ止めてんだよな。止めてますよ、もう。もう乗ってんだよな。コペンハーゲン戦で止めました。もうチーム救いましたから、完全なヒーローになってますので、そこのバフがかかってるかもしれません。で、そんじょそこらのキッカーじゃないっすよ。あ、まだ何、イエローカード。うま。うまいっすね、これは。しょっしょっしにゃーああまあ。まずは、まずは一個だ。え、行こう。ファールの感じよな。絶妙な感じ、まあ。ファールっちゃファールなんだけどさーっていう。この感じよな。この感じよな。まあ確かにあれ、毎面たちがあれをやったら、まあ、なんとも言えない、っていう感じだと思うけどね。まあ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 、まあ。客観的に見れば。今日チャックいいっすね。今日スーパーチャックでいい？いや、危なかった。あ、これファール。これ危なかった、うまいっすね。あー、ちょっと。おー、喧嘩し。お前ら、やめろ！あ、喧嘩すんだ。大丈夫か？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 なんかフィルを指さしますか、これ。あー、来いと。怒られますね、これはね。ダメだよ、と。まあ、イエローカードですね。うん。両者ですか、これ。あー！すごい純粋な目をしてるよ、危なかった。なんとかミーって言ってなかった。さあ、前半終了ですかね。いやー、おもろいっすね。ナイスゲーム、ナイスゲーム。いやー、あれ決めたかったなー。いやー、ナイス。両キーパー、最後はちょっと躍動と。まあまあまあ、ええわ。おー、ということで前半は、アウェイのシティがですね、ハーランドの PK により、リードと。はい。フリートラップ。逆サイ見えてる！いやー！おー！さあ、ブルード戻ってますね。うん、さ、大外、うん、いいよ、2対1、作って、いや、作った、えぐった、えぐって、えぐって、あー！いや、完璧すぎない？これは完璧ですわ。さっきと一緒やん。さっき、今度は決めた、ね。今度は決めた、でまたちょっと。いや、これは完璧すぎるでしょ。これはもう、さっき見たのをアジャストさせましたね。文句ないって、つなぎのとこからやばかったけどね、今。どっからだったらスタートしたの？こう奪ってからか。そう、奪ってから。てか、キーパー、エデルソンからだよ。エデルソンからか。エデルソンのロングキックを、フォーデン。なんで、ブルード短期でしょ今これ、この状況。うん。ファーサイドめっちゃ空いたな。両サイドめっちゃフリーじゃなかったさっきから。なんでこんなフリーになってんだマジで。あんて。ハーランドがフリーという。なかなか、なかなかさすがに決めるよ、2回目は。さすがに決めるよ、これ。おいよいよいよいろんな場所全部フリーだったね。局所がフリーだったな。局所全部フリーだったな、これ。オッケー、マジでいい、いい形。これはもう完璧ですね。最近で見た中で一番好きなゴールだわ。あー。間違いなく。ハーランド史上最もフリーなゴール。TT さん800円するじゃないです。ユナイテッドでどうやって攻めようみたいなプランってないんですかね。強い人に頑張ってもろて戦法。いや、ユナイテッド代々そうじゃないですか。代々そうなんだな。ユナイテッドはそれが、もう、レガシーして最強の原点ですよ、それが。まあ、言ってファギー時代から別にそんな形あったわけじゃないからな。まあ、うん、それができるうちは、でも確かにそれを打開しようとしたテンハグなのかっていう。天狗じゃないのかみたいな。近年一番リーグ戦で高い成績を収めたスールシャールはですね、ブルーノ・フェルナンデスを解放させてマジでぶっちゃけ一番それが最強だったんですよ。本当にあるんだよな。ブルーノがひたすら暴れるというシステム。でもお前以外は結構心配してるよ。シーズンですけどまだ安心してません。正直まだ油断できない。いや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 、お前はもう、ふんぞり返ってますけど。
まあね、確かによく考えたら。そうよ。二点差は怖いという、ね。危ないとこちょいちょいあるから話はできない。あれあれお、危ない。いや、それ一点取ったら、あと一点取られたらってこと考えたら、全然まだわかんないんだよな。それその一点って意外なとこから生まれたりするから。まだマシ？あれあれ？うっ！あー。お、ふわ？いや、ないんじゃない？あ、でも、ハーランドのとこで、あ、どうぞって。あスライディングどうぞ、みたいな。ハーランドのとこでも、どうなんだろう。どうなんでしょうね。うん、まあ、体感はオフにはちょっと見えたけど。うん。全然だね。うん。全然か。うん、全然です。はい。はい、うん。はい。まあ、もう、まあまあまあ、いいでしょう。うん、おなかは頑張ったよ、これ、乙女だし。まあ。格付け終了でしょ、俺は。ああ、そうね。これはもう、ぐーの音も出ないしね、マジで。ぐーの音も出ないね、これはね。あそこ冷静なクレバーでしたね、アシストに回ったのは。そうね。うん。うん。またこの二人か、スコアラー。あ、ほんとだ。オーデンとハーランド。うんうん。うんうんうん。枠内10本目な、最近ではこんな打てたのはあんまりないな。まあ、無理よね。確かになぜハーランドが。またしてもあんなにフリーになっているのかね。いや、反応任せられたのエヴァンスよ。ハーランと同じ速度で競り合えた方が無理じゃけ。いや、もういいでしょう。交代。さあ、まだまだわかりませんよ。80分ですから。まだ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 。全然わかんないですよ。ちょっとその新加入組にもね、このダービーの雰囲気を。スタジアムツアーじゃないかな、マジで。